どうもこんにちは、速稼塾の久保です。 NHK 党関連でですね、政治家女子48党っていうところからフライデーっていうね、アイドルグループがデビューして、それ YouTube で今見たんですけども、いやなんかね、すごい良かったですよ。以前ね、マネーの虎でアイドルをプロデュースするとか言った人が出てきて、それでね、マネーの虎の虎のいる前でなんか一曲歌ったり踊ったりするみたいなことがあって、相当ね、ちょっとこう、辛い思いをいろんな方がね、視聴者さんも込みでされたと思いますけども、いや、あんなものかなと思って薄ぼんやり想像していたら、いや、ちゃんとアイドルでしたよ、今回。すごかった。曲の好き嫌いはあるんですけども、アクションとかマイクパフォーマンスとか、それからアイドルっぽいね、衣装ですとか歌詞とか振り付けとかね、もうパーフェクトでしたね。いや、もうちゃんとしたアイドルじゃないですか、これ。いや、アイドルと政治家の二足のわらじ、まあ、すごい新鮮ですよね。特にね、その政治家ができる年齢の人がアイドルをするって、結構年ね、アイドルからちょっと外れた年齢っていう評価もあると思いますけども、ビジュアル的にも十分いけますよ、この人たちは。ただね、やっぱりこう政治家になって任期が一回転するぐらいの時に、まあアイドルもちょっとね、退場するぐらいのことは余儀なくされるのかなと思いますけども、でもこれですよ、まさに待っていたのは。元おにゃんことか元アイドルが年を取って目立たなくなった時にね、当時のファンの応援を期待して立候補するのとわけが違いますよ。これは無名な人がアイドルをやりつつ政治家をやることによって、今まで政治に関心を向けてこなかった人を会場に持ってくるみたいなね、動員の力があるんじゃないかなと思いますし、まさにイノベーションがこれから起きると思いますよ。ものすごく天と地がね、インサイドアウト、アップサイドダウンするみたいな、そんな事態になるんじゃないかなと。やっぱ立花さんすごいですね。はい、ありがとうございます。お疲れ様です。